落ちる星まで光を呼べるのなら世界を裏切ってやる。ある意味私の意見だよそれ。よろしく。教えてあげるよ、特別に私が。ああうん、顔も洗ったし歯も磨いたしシャワー浴びて服に着替えて飼ってる犬に軽く行ってきますって言ってから外に出たよ。萩の緑です。忍者っぽくてかっこいいですよ。だから私が今そう言うたでしょ。ありがとうな。おはようみんな、今日から一緒に訓練することになった。バンダレジルミートってよ。ジルミート、呼んでほしいのね。雪村祭りだ。この基地の長官にして君たちパイロットの育成官でもある。今度生まれ変わるとしたら若い子に生まれ変わりたい。いつもの席空いてるよ。はい、お通し入ります。バカ者は弾け飛べばいいのよ、気圧の変化かなんかで。ビルゴです、よろしく。ねっとりとした生臭い濃い体液がドロドロっと僕の手にかかってしまって。